川崎です。初 Vlog、 イエーイ。今日は栃木県の鬼怒川にやってきました。え、待って待って、え、栃木ってどこって思っている人もいると思うので、まずは栃木の場所をチェックしましょう。これは日本地図です。この赤いところが栃木県です。緑のところは東京です。ちなみに栃木は私の地元です。え？その情報いらないって？はーい、さっせーん。鬼怒川は栃木のこの辺りです。では早速行ってみましょう。皆さん、鬼怒川、この漢字の意味わかりますか？鬼は鬼です。怖い。ちなみに JLPT N1 レベルの漢字です。怒は怒るですね。へえ、怖っ。川、これは川ですね。鬼が怒る川？一体どんな川？では、早速お見せしましょう。あれ、それはやります？どうですか？鬼、怒ってます？あれ、そんな危ないですか？危ないや。うるさくてすみません。実は学生が栃木に遊びに来てくれたので、一緒に鬼怒川に遊びに来たんですが、Vlog を撮る予定ではなかったんです。途中で素敵な出会いがあったので、この動画を Vlog にすることにしました。皆さんの聴解練習に使ってもらえたら嬉しいです。そう、熱海に負けたんですよ。じゃあ橋を渡りましょう。大丈夫ですか？着きました。階段発見。インスタグラムだった。え、 YouTube やりたいけど。日本の向こう側に見えるのはホテルです。鬼怒川渓谷沿いにはたくさんホテルや旅館があります。鬼怒川を眺めながら入ることができる露天風呂もたくさんあります。次回はちゃんと準備して、鬼怒川のホテルに泊まって Vlog を撮ります。見えたよ。恥ずかしい。なんでですか？オーバーベイトの人がいっぱいいるね。あれ、なんで代謝動かなくなるし、うん、風化。まず、滝を見に行くことにしました。でも、歩いたりしますけど、うん、あちらにいらっしゃるお二人と一緒に滝を見に行くことになりました。やっぱりなんないの？上手に本で、どこから来たんですか？いきなり喋るって思って。いや、私も栃木なんで。栃木どこですか？ないよ。あ、ここ こちらは篠崎さんです。篠崎さんが私たちに栃木弁を教えてくださることになりました。カメムシは栃木弁でなんて言うんですか？ヘックサムシ。ヘックサムシ。なんでヘックサムシなんですか？あ、おなら臭いからでしょう。おならのように臭いからでしょうね。へはおならですもんね。はい、そうです。で、草は臭いですよね。めっちゃストレートなネーミング。私も栃木出身なんですけど、今すぐ出てこないんですけど、あのね、とても可愛い名前があるの。
例えば、うん、カブトムシの幼虫ってみんな知ってます、あの白くてゴロッとした、うん、マゴタロムシって言うんですよ。それは私栃木だけど聞いたことない。マゴタロえ、マゴってマゴタロ孫の孫、多分マゴタロ、マゴタロ人の名前みたいな、マゴタロムシ、マゴタロムシ可愛いでしょ。可愛いですけど知らなかった。マゴタロムシって言ってみんなに通じます。いや、いまいちの人でも近辺、私のお家近辺しか通じない。私のお家近辺しか通じない。まさかの篠崎さんの近所の人だけ。あとね、アリジンオクのことをね、ジロッコタロッコっていうの。なんでジロッコタロッコ、二人の名前、人のなんか人の名前、二人の名前なの、ジロッコタロッコ。それも栃木弁、栃木県のいまいち市の言葉です。うちきんこれも篠崎さんの近所の人だけ。あとね、トンボのことはね、ドンバっていう。トンボはドンバって、なんでわからない。それも聞いたことない。子供の頃からそれずっと使ってる。あ、本当ですか。そう。いや、初めて聞いた。あとね、一番極めつけはね、あのトカゲのことをね、カガメッチョ、カガメッチョっていう。カガメッチョ、カガメッチョってなんかすごい名前でしょ。なんかすごい名前。栃木出身だけど知らなかった。知らなかった。多分うち近所、うち近所。これも篠崎さんの近所の人だけ。え、よく鬼怒川にはいらっしゃるんですか。近所だから時々。でもめったに来ないかな。え、どっち。私は日光の方はね、お仕事してるから、日光の方はもう毎日通ってますけど、今日はたまたま、あの昨日兄弟でお泊まり会に行って、それであそこのホテルに泊まったんです。いいですね。そう、よかった、楽しかった。え、ご兄弟の。そうです。え、そう、お友達じゃないんですか。違うんです。今言われたら顔似てますね。今気がついた。もっと早く気づけよ。似てますね。似てるかもね。え、双子ではないんです、ね、違います。私は何を見て生きているのだろうか。ここから降りてきた。篠崎さんの近所だけではなく、栃木県のほぼ全域で使われている栃木弁も教えていただきました。英語で Are you okay?この辺では大事件、大事件っていうの。じゃあ OK です。 OK です。大事だよ、大事だよ。かまねよ、かまねよ。栃木弁では大丈夫を大事と言います。最後に、篠崎さんが働いている温泉への行き方を教えていただきました。私、あの日光の八潮の湯っていうところで働いております。日光東武および JR 日光線、日光の駅から、車で約10分ぐらいですね。はい、バスならあまり本数はありませんが、八潮の湯行きのバスが出ています。天然の温泉でとてもいい温泉ですので、ぜひいらしてください。はい、私お待ちしております。はい、はい、よろしかったでしょうか。はい、素晴らしかったです。ありがとうございます。篠崎さん、本当にお優しい方でしたね。では次は展望台に行ってみましょう。そうなんですか。うん、後で動画を撮った後、 iPhone とつながりにくいです。そうなんですか。Mac ともつながりにくい。鬼、学生にどうして鬼怒川はいろいろなところに鬼がいるんですかって聞かれたんですが、鬼怒川だからじゃないっていうどうしようもない返事しか思いつかなかったので、帰る前に駅員さんに理由を聞いてみました。鬼怒川では鬼は守り神と言われているからだそうです。ところで、どうして川の名前は鬼怒川になったのか気になっている人います？いや、その前にこの Vlog 見てくれている人いるのかな。私も栃木出身のくせに知らなかったんですけど、鬼怒川という名前の由来には4つの説があると言われているそうです。
大昔、1000年以上前に、現在の群馬県全域と栃木県南部は、ケヌの国って呼ばれていたらしいんですけど、そこを流れるケヌの川がなまって鬼怒川になったというのが一つの説。鬼が怒ったように荒々しい流れだったからこの名前になったという説もあるそうです。他にも昔鬼怒村という村があって、よく鬼怒を洗っていたから今の鬼怒川になったという説もあるそうです。もう一つは水源が鬼怒沼だからそう呼ばれるようになったという説。私専門家ではないので鬼怒川の方に教えていただいたことを言っているだけなので、アンチの皆さん叩かないでくださいね。何か間違えていたら優しく教えてください。あ、疲れた疲れた疲れた。私頑張っていますよ。ええ、誰か見ていてほしいな。確かに何もない。でもあの川が見える。鬼怒川ね、綺麗ですね。出てきますね。全然私本当に小さい子供だ。あそこのホテルに足湯カフェがあるので行ってみましょう。で長く寝ります。あ、そうなんですね、そうなんですね。足湯カフェです。あれが今渡ってきた橋です。橋の名前は鬼怒岩大吊橋です。紅茶を飲んだら昼ご飯を食べに行きます。レストランに来ました。湯葉刺しを頼みました。いただきます。わさび醤油をつけて食べます。天ぷらうどんも頼みました。本当はね、冷たい天ぷらうどんを頼んだんですよ。でも店員さんにそれを伝えたら、店員さんが厨房の人に、私は冷たいのって書いたのにって言っているのが聞こえたから、あ、温かいので大丈夫ですと言って温かいのを食べることになりました。でも店員さんすごく気にしてたみたいで、帰るとき、ごめんねって言ってくれました。栃木県民としてはそこでごめんねごめんねと言ってほしかったですね。これは栃木出身の有名な芸人さんのギャグです。でも店員さん本当に美味しかったです。それに私も大学時代ずっと飲食店でバイトしてたので気持ちめっちゃわかります。また食べに来ます。帰るときこんな可愛いお土産もいただきました。ありがとうございました。ランチの後はライン下りへ。すごい、すごい、靴がかかっちゃ嫌な方はこの両脇のガンガン開けちゃってくださいね。20歳から写真撮りましょう。よかったらポーズ、写真が考えて写りましょう。行きますからね、ポーズよく撮れました。ビギリでやりましょう。
が、秋には紅葉があるわけです。私が撮ってるから、ありがとうございます。ちょっと待って、ね、ありがとうございます。シャトルバスで駅か駐車場まで戻ります。ライン下りは30分ぐらいでした。シャトルバス目の前に、学生がまだ日本語力に自信がない人はどうやってライン下りを予約したらいいんだろうって心配していたので、帰ってから調べてみました。鬼怒川リバーボートツアーと検索すると英語で予約できるサイトも出てきます。まあ私は日本語教師なので頑張って日本語で予約してもらいたいって思ってますけどね。皆さん、私の初 Vlog はいかがでしたか？もっとこうした方がいいよとかアドバイスがあったらコメント欄で教えてください。これから47都道府県すべてに Vlog を撮りに行く予定です。少しでも皆さんの日本語の勉強の役に立てたら嬉しいです。お金ですか？ないですよ。今のところはね。お金持ちの皆さん、パトレオンのリンクを貼っておきます。サポート大歓迎です。よろしくお願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。じゃあ、皆さん最後は今日も一緒に、せーの、みんな一緒に頑張ろう！